です。こんにちは。私はですね、今どこにいるかと言いますとですね、パリですね。パリコレです。またパリの怒涛の1週間が始まります。今回のパリはですね、割とショーが結構復活しているのが多いかなと思いました。特にあの日本のブランドですね、これから今行くんですけども、マメクロコーチだったりとか、アンダーカバーだったりとか、アンリアレイジが久々にリアルショーを、パリで行うみたいなんです。今回はそこも楽しみかなと思ってます。ちなみに今日はどこに行くかと言いますと、マメクロコーチ、ディオール、アンリアレイジ、コシェですね。悔いがないように取り切っていきたいなと思います。じゃあね、今からですね、マメクロコーチですねのショーに向かおうかなと思ってます。誰かがバイオリンを弾いてますね。マメクロコーチ、パレード東京ですね。こんな感じ。まだちょっと早く来すぎたこともあって人がまばらなんですが、ちょっと頑張りたいなと思います。今パリコレですが、今回のパリコレ何が一番注目してますか？全部マメが豆マメス境、あとバレンシアが、あーそうだね、いやどうしよう、ありすぎてありがとうございます。じゃあね。会場の中入ってきてみましたが、ネギさんがいました。久々のパリどうですか？やっぱり最高だった。もう楽しい、楽しい、やっぱりパリ楽しい、パリコレ楽しい。ありがとうございます。じゃあね。ヨシミンです。2年8ヶ月ぶりとかなんで、だね、うん、めちゃめちゃ楽しみにしてます。 ありがとうございます、はい、連れてってくれそうです。藤野さんです。ボンジュー。今回一番楽しみなショーは何？アンダーカバーが久しぶりにウィメンズでショーをやることかなと、うん、今回日本のブランドも結構、マメちゃんもあるし、なんか12ブランドやるらしい、うん、多いよね。多い。コロナ前の数と一緒になったって言ってたよ、うん、そうですね。またどこかではい、ありがとう。マムでクリーンな印象になりますね。思ってたマメのイメージといい意味でこう反対だったから面白いな。メイクかわいい。これぞザ・マメみたいな感じですね。仕事感。このミントグリーンみたいなやつが今シーズンのキーカラーみたいな感じしますね。唇が全員緑だからかな。前目の黒コーチのショーでしたが、いかがでしたか？甲冑みたいなやつすごい僕好きでしたね。かっこよかった。かっこよかったですよね。ねえ、ストイックなものづくりが僕はすごい好きです、ね、なるほど。やっぱり日本人のブランドならではで、うんうん、はい、あ、そのストイックさは確かにそうだね、はい。今チュイリー公園に来たんですけれども、今ねめちゃくちゃ寒いんですけど、暖を取ってコーヒー休憩しようかなと思います。やっと晴れました。さっきまで雨降ったりとかで結構散々だったんですけど、見てすごいすごい晴天。ディオールの会場です。めちゃくちゃ人がいるし、めちゃめちゃ天気いいし、めちゃめちゃ撮りやすいんじゃないでしょうか。これがぜんやる気が湧いてきました。こういう結構面白い人もたくさん来てます。すごいね。不思議な人がいる。 This way Thank youなかなかの露出、なかなかの露出。面白い人がいます。ちょっと面白い人がいます。カモン。いや、なんか撮ってた。楽しい、楽しい。後ろ前逆さまに来てる着方がボダボンって難しいな。ピュー。なんだなんだ。女性が年を取ることについてのメンタリティのデモみたいな感じをしているのかな。デモして訴えるっていうのがなんかパリジェンヌっぽく好きですね。はい、移動してきまして、次はですねアンリアリージのショーになります。こんな感じです。キッズとかが結構来てる感じですかね。
朝ぎんにょです。ぎんにょちゃんです。のりと申します。のり榎本というデザイナーやっております。はい、ショーを見に来ました。しかもこの服見てもらっていいですか。かわいい、かわいい、お人形さんみたい。今回パリの着てみてどうですか。もう最高です。あのショーを昨日とかも見てたんですけど、うん、みんななんかエネルギッシュで着るだけで刺激的で。わかる、超わかる。どうでした。私も初めて来たんですけど、うん、街が洗練されすぎてて、うんうん、学びがたくさんです。学びがたくさん、はい、素敵。じゃあパリ楽しんでください。はい、じゃあねアンリアレイズの会場に来ました。このヘッドホンを聞きながらショーを見るという演出になっているらしいです。どんな感じなんですか、このイヤホン。あ、ちょっと隙間からちょっと音が入るなんです、うんうん、へー、合わせ聞いてやると、うんうん、なるほど、ありがとうございます。楽しみにします。こんなすぐ映すからねイヤホンの中からアンリアレイズっぽい音が聞こえております。が終わりました。最初なんかどういうことなんだろうって思ったんですけど、ようやく勝手が分かりました。最初に普通にルックが現れて、でその次に同じルックなんだけどもインサイドアウトにして着こなしているっていう感じだったのかなと思います。あとね、若干リアルクローズに近づいたかなって気はしています。すぐ自分も着たくなるような感じのクリエーションだったかなと思いました。そういえばですね、ちょっと見てもらってもよろしいでしょうか、私の足元を。実はですね、この靴はですね、今回のパリ用に新調しました。コールハーンの靴なんですけども、次回の動画でコールハーンの動画を撮っているので、ぜひ見といてもらえたらなと思います。これね、なんでパリに私がこれ持ってたかが分かります。まあまあ、もう話しちゃうんですけど、めちゃくちゃ歩きやすい。パリって結構足元悪かったりするんですけども、全然これは超楽、どこまででも歩いていけそうな気がします。まだまだ長いからテンション上げていかなきゃいけないですからね。コシェの紹介場に来ました。こんな感じでございます。すごく入ってるなーって気がします。あとですけど、コシェどうだった？形のシーズンになるのかなって予感がしました。パターンのシーズン、うんうん、パターンに重きを置いたというか、そうそうそう、面白さがいっぱい出てるシーズンと思いました。確かに、ありがとうございます。じゃあねー、かわいい。
今日これで、ショー終わりです。じゃあねー。すごいめでたいカフェがありますね。こんなことをやっている場合ではないのだが、取らずにはいられないっていう。もうとりあえず無事に、シャトルの駅に着けました。皆さん分かってもらえますでしょうか。普通の電車ではないということが。なんか2階建てだったりとか、ちょっと小旅行的な。とりあえず上乗っとくか。なんか今回のパリコレ、すごい遠くに行かせること多いですね。なんでなんだろう、流行ってるのかしら。始まったぞ。砂が太くなりました。なんか巻いてスカートにしてるみたいな。ゆくん、どうでしたか、グレージュ。あり地獄です。はまったら抜け出せない。まあ砂時計的なことだったんじゃないかなと一瞬思ったんですが、音楽もスタートアゲンスタートアゲンって言ってたけど、やっぱりなんかパンデミックが終わって、リスタートしたいという気持ちが現れたのかなっていうふうに思いました。まあ服的にはすごいプラクティカルな、脱いでも肩にかけれたりとか言ってたのは、クラブとか行ってよくコートとかなくなったりするじゃないですか。するする。大切なコートがなくならない感じでこうしょえたりとか、みたいな話はしてたんですよ。ありがとうございます。今日のクレージュの感想聞きたいです。まずコレクションはなんかちょっと大人っぽくなってたなと思って、スカートとか今まで出してたものも出てきたけど、ドレープのとか使ったりとかして、確かに体を美しく見せるっていうのがあったのと、アウターを肩からかけられる、お持ちにできるっていうアイディアもあれば、ボタンをいろいろ外して肌見せできる、歌詞を変えたりとかっていう、そういうなんか変幻自在に変わるっていうアイディアがいっぱいあって、デザイナーすごいなって思います。やっぱりありがとうございます。じゃあねー、ケミオくんです。はい、こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。初めまして。どうでしたか。そうですね、クレージュのショー初めて見に行かせていただいたんですけど、一番行きたかったショーだったので。そうなんだ。自分の書籍でも表紙でも、お洋服着させていただいたりだとか、普段から結構大ファンだったので、アイテム一つ一つと、あとセットもすごく世界観が現れていて、全てを通して本当、なんかクレージュの世界って改めて素敵だなと思えるぐらいで、近くで見れるのがすごく楽しみです。なるほど、はい、超上手しゃべるの当たり前です。素晴らしい素晴らしい。いつまでいるの。来週までいます。来週まで、はい、じゃあまたどこかでここまでお会いしたらぜひ、ぜひぜひ。じゃあねー、ありがとうございます。着きました。アンダーカバーカテドラル教会ですね。ドーン、そびえ立っております。ピンクかわいい。これは何の服着てるんですか。アンダーカバーです。アンダーカバー今からショー行きます。行ってきます。始まりました。キラキラしてる。
聞いてもいいですか。いや、最高でした。最高でした。近年で一番いいんじゃないですか。もうどこら辺が、インビテーション見た時に、うん、すごくシンプルかすごくデコラティブか、うん、どっちかだろうなと思ったら、うん、その両方がうまく入ってた。あ、確かにいろんな要素入ってた気はします。でもそれが何でもありじゃなくて、うんうん、ものすごくよくまとまってて、もう近年見た彼のショーで一番好き。クイノさんの太鼓判が押されました。ドドン来ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はどんなブランドを見ますか。今日で言うとバルマン。バルマン、いや、バレンティノさん、うんうん、あとは、まあ、ルイ・ヴィトンに行けたらいいなと思ってます。はい、なるほど。まあ、でも僕にとってはこれ2回目なんですけど、今回、ウィンメンズってことで、うん、やっぱ雰囲気がちょっと華やかしいというかゴージャスというか、うんうんうん、そういう感じがするので、すごく、自分の気持ちも乗ってます。なるほど、ありがとうございます。ジャーニー、今回パリが初めて。初めてです。今回はどんなショーを見るんですか。今日だとアクネとか、うんうん、あとはバレンティーノとか、うんうん、ちょっとやっぱり本場のファッションなので、ちょっとどうなるかすごい楽しみです。じゃあ初パリ楽しんでください。ドリスバンノッテの会場に着きました。こんな感じ、めっちゃ人いる、めっちゃ人いる。ファッションキッズみたいな子たちもいるなというのが印象的ですかね。OK? これなんで撮られてるかわからなかったんですけど。Like this? ロシャスに向かおうかなと思います。あ、寒い。キュース。しみるわ。ちょっとすごいのはロシャス着かな、この人。ロシャスです。何かの劇場みたいな感じなのかな。すごい、ここもジャムな感じですかね。はい、アクネの会場に来ました。見てください、このジャムな感じ。アクネスタディオスは今年でパリの発表10周年を迎えるっていう、その特別なそのシーズンでもあるっていうこともあって、注目度も集まってるんじゃないかなと思います。すごいベッドだ、お布団。ちょっと夢の国みたいな感じですね。これです、このベッドに座ります。アクネのショーって前はなんかプールだったりとか、いつもなんかちょっと思考に込んでるから来てワクワクしますね。これ今気づいたんですけど、枕があって、こうするとここに私が映ってるのが見えますかね。壮大なラブホテルみたいになってます。始まりました、ファーストルックです。素材が多いかなと思います。あ、これとか透け感のあるものとトゲトゲしたこうスタッツみたいなやつ、その組み合わせが緩急が効いて面白いかなと。あ、かわいい、これかわいい、このパンツ超かわいい。的な感じで透け感がある。柔らかくない透け感って面白いですね。髪の毛をリボンにあしらっているのがすごい可愛いですね。ところどころロングの髪の毛の方がそうなんですけど、いやー、なんかいいもん見れたなと思いました。すごい素敵でした。なんか個人的に面白いなって思ったのが、シースルーって柔らかいとかふわっとしたこう、なんだろう、ドリーミーな素材なのに、すごくこう骨組みがあるみたいな感じで、こう造形美があったのが面白いなと思いました。今回のアクネのショーどうでしたか。いや、10周年だから、うん、みんなが同じベッドで座ってみる、なんか一緒にお祝い、うん、家族のような気がする。なーに、枕持って帰って持って帰って。どうでした今回のアクネのショー。ランジェリーな感じでしたよね。ち
ちゃいリボン、あのランジェリーとかについてるような、あ、確かに、サテンのリボンとか、意味のないリボンね。どうでした、レイさんは。レースなのに構築的なデザインがあったじゃない、針金入れてるみたいな、あれがすごい、あ、なるほどねって思った。あのいろんな要素がアクネ感を演出してるなって思った。また使用権に来てます。今回はあやちゃんとミキもいます。5人でご飯です。最近流行ってるトリュフの何かです。最近雑になるからね。なんかもう会話が繋がんないのよ。お共通言語がないの。てかさ、もう私も幸せしかないんだけど、好きな人と好きな人の掛け合わせと、あの1たす1が100だね。で、掛け算間違ってんだけど。じゃあパリコレ、ボリューム1こんな感じでした。で、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。好き。みんな好き。幸せだね。